はいどうもピアキーです。今日もロールコースター一発マリオやっていきますか。めちゃめちゃ久しぶりじゃないこの挨拶。たまにはやってみるのもいいもんだな。で今日のトロールコース、シンプトムズオブアオリジナリティ、独創性がなくなる兆候っていうことかな。まあ簡単に言えばアイデアがなくなりそうですっていうことと思いますよ。でこのコースね、約4年前ってめちゃめちゃ古いのよ。最近結構新しいコースしてるから、たまにはこういう古いコースもいいかなと思いまして、それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は 1.09%。そういやみんな小さい頃さ、道路の白線とか、まあ影とかでもいいや、それを踏みながら通学できないと死ぬとかいうわけわかんない遊びしなかった。僕してたんだけど、っていうか今日暗い目じゃねえか。ちょっと待ってね、その話はまた後日2年後ぐらいでいいかな。この話落ちてくる、落ちてこないね。うわあのバレットこ言っていい。まあいいや、一旦言ってみようか。あーじゃないんだよ。あー見えない見えない見えない、なんでが起きてるの。いわく私わくばくらー。で僕もよくやってたわけですよ、その謎の遊びを。で田んぼとかの端っこにさ、コンクリートの壁があるのわかるかな。水の傘が増してもいいようにあると思うんですけど、どきゃー。そのコンクリートの部分を目をつぶって最初から最後まで歩ききらなきゃ死ぬっていうゲームを一人で帰り道やってたんですよ。そしたら案の定2秒ぐらいで田んぼの中にこけるように突っ込みました。いやもう絶対真似しない方がいいよ。みんな真似するか。今日もしょうもない雑談はこの辺にしといて、このピースイッチを叩きましょう。ピースイッチを叩いた瞬間左に思いっきり逃げる。しゃー、ちょっと待ってくださいね。さっきしょうもねえ雑談してたから、ここら辺の隠しブロックで何か見逃してたのがあるかもしんねえ。マスコー、そうと分かればもうこっちのもんですよ。端っこの隠しブロックを叩いて一番右に行く。そしてこのマツコデラックスを取って、マツコデラックスってなんだ、今まで言ったこともねえよ。うん、ここはしゃがめば大丈夫。いや今の鉄球はマジでうまい。ここでプレイヤーがしゃがむって思って鉄球を出してきたんだろうな。古いコースだからといってバカにできねえぜ。土管に入れませんね。左のあそこに行けっちゅうことか。右はダメ。そうなってくると問題は一つよ。ここはどこで鉄球をかわせばいい。この場所で一旦しゃがんでおくか。この場所まで来ないのか鉄球は。じゃあ下に行こう下に行こう。で確か右が開いたよね。でこの先はパフ。どうしよう、どこだったか。一番左叩いてみようか。ラワちゃん、真ん中と見せかけて右はなんだ。真ん中は何、カロンで左はフラワーちゃんでしょ。じゃあ一旦これ叩いて左に逃げてみようか。そうしたら鉄球が、あ、右は壊されないのね。はいはい、でこのフラワー飛んで先に進めた。絶対このフラワーちゃんいると思いますよ。ほらほらいるみたいなこと書いてる。で右に行けば、うわ、今何起きた。右下に行ったら落とされたんだよな。じゃあ左下に行けみたいなこと書いてるけど、こっち行っていい。でドッス、あ、このドッスに乗って行けっちゅうことなんじゃない。一旦おびき寄せてこのドッスの上に行く。あー、やばそうだそうだ。でこのパウの上に乗っていくか下に行くか、多分下でいいと思いますよ。わざわざ当たる必要なんてないで。見えんからわからんて。そもそもですよ、ここ下から行くのが合ってるかも怪しいんだよな。隠しブロックとかない、ないね。ってことはこのカロンの甲羅は普通に取れる。で Z って書いてるから一旦ジャンプしてみようか。あれ合ってる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 。キノコいるって書いてるもんだ。でこの先に行ったらキノコをなくさなきゃいけないのか。まあまあでも下の針に当たればいいだけだと思いますよ。邪魔。そういやよくコメントでですよ、ピオキングさんってめちゃめちゃ楽しみながらマリオメーカー2やってますねって言われるんだけど、僕がどんだけ苦しみながらやってるかわかんないでしょ。中間ポイント戻しだったり、死に耐久だったり、最初からやり直したりとかさ、めちゃめちゃ。でも楽しくやってよ。あぶね、右行っていいのかい、中間ポイントとかどっかあるんじゃないのかい。なんでね君は土管に入れなくなったんじゃないの。うん、左レフトって書いてる。インポッシブル。何やってんだ。いやしかし古いコースだからかな、めちゃめちゃやりやすいね。一回引っかかったところにはもうね、全然引っかかる予感がしない。いや違うんだって、フラグ回収とかいいって。もう誰もがやってるんだから、フラグ回収とかさ。だから誰もがやってないようなフラグ回収を回収しよう。どういう意味だよ、フラグ回収を回収。やめて、僕を回収しないの。中間ポイントはまだなのかい。可愛く言ってもダメなのかい。左に行ったらダメなのかい。右に行ってもダメなのかい。右に何かいるかな、何かいるのが見えたんだけどな。上は閉じ込まり、ぐえ。え、
いけちゃう期待させんな。ここは右に行ったらダメだ。左に行ってすぐにこのドアに入っていこう。右に行ったらまた押し潰されてしまうからね。中間取らせてくれとか。よっほほほほほほ、ダダメこの総会が。あいつどこまで来んのよ。まだいる、いる。あどこまでもついてくんのね、あいつは。じゃあもうすぐにドアに入っちゃおうか。右は、右はなんもない。またあいつるよ。もういいって。さあお遊びはこの辺にしといて、さっさとドアに入っていっちゃおうか。あいつ面白い。ちょ、待て、このスネ夫の通り行っていいのかい。タロウスネ夫、何もするな。上野の顔は無視だ。僕は右の方に行きたいと思いますよ。こっちが正解なんだろ。負けました。じゃあこっちのドアの方に入っていこうか。絶対右が合ってると思ったな。矢印がうるさい。僕に言われたくないだろうな、矢印も。さあこのハテナを叩いて。ツタがちょっとしか出てないよ。上に今日何がある。矢印多いな。ツタ出します。でこのツタに乗っていくんだけど、上から砲台が来るかもしれねえ。ゆっくり行こうか。矢印ほんと多いな。でオンオフがしてバブルが出てくんのか。出てこないね。じゃあ早めに右に行っちゃう、右に行っちゃう。そしてこのブロックを壊す。で、壊れたらバブルがかかるんじゃない。どうなんだろう。爆弾を出す。で、当たってもいいのかな。いや、なるべく当たりたくはないよな、ここら辺で。オーケーオーケー。そしてオンオフをして入ってみようか。オンオフする必要あったかな。ない。いや、あったね。で、なんか隠れてるね。どうするの、裏に。雲かな。全然余裕。そんくらい僕避けれますよっと。でここでパー。 P スイッチが出るより早く先に進もう。でこの P スイッチは押していいのかな。一旦押してみようか。押したらブラバがいなくなって先に進めるっちゅうことみたいだね。でこのドッシャーは主体は取れないのかな。エンジンどこに行けばいいのかな。ここの場所で大丈夫。とどまっておくけどダメでした。この土管の上に登るだけに。そして下ボタンを押して土管に入る。で中間には、いや中間にの前にね、ゴールありそうな予感するんだよな。僕は何もしない。よし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 。上行ったらなんかあるのかな。まあ、一旦ジャンプしてみようか。いや、これ入れるんじゃない。このブラパが上に行った時にさ、なんか入れそうな気がする。ちょっと待ってね。いや、今上押したんだけどな。ちょっともう一回確認させて。このブラパがいたらさ、ドアに入れないのかな。ドアに入れませんね。この仕様は初めて知ったかもしんないな。さあドアに入っていこう。マジで中間ポイントに欲しいよ。なんだこれ。まあ、僕はね、中間ポイントにないか、それともゴール前にあるかのどっちかだと思うんだけどな。これは下降りなくていいでしょきっと。さあドアに入ってて、中間ポイントに。やった。やっほっ。邪魔してこいよ。もっともっと勢いよくこっちに来いよ、パックさん。このリンクは取れないでしょ。まあ取れないと思うから、このドアに入れくれ。ドアじゃないとかんね。ああやばそうだよな。多分一回やられなきゃいけないよきっと。ではでは、このリンクを取りまして、このパックを倒してのブロックを壊してから土管に入る。さあもうゴールは近いと思いますよ。でこの記録は取っていい記録かい。消すな。いや、もう間違いっていう可能性はあるもんな。この先進んでいこうか。このハテナは何なんだい。ザコは引っ込んでる。取れるかな、このキノコ。取ってすぐ上に逃げる。ああ一応取れるのは取れるんだ。じゃあ先に進みますよ。ここ結局チビにならなくちゃいけないのか。あ、でもカロンの甲羅がある。このカロンの甲羅を取って先に進めるね。でここでヒップドロップすればいいのかな。いや、しなくても先に進めたわ。あ、カロンの甲羅じゃないと、このカロン倒せないっていうことか。でここは下はまずいと思う。いや、こういうの下意外といけ。分かってるんですよ僕は。誰も分かってない。これじゃあ下から行けんところかな。この場所で破壊します。上からも行けそうな気するけど、まあいいや、一旦下から行こう。いや、僕はまだ行けるよ。ここから頼む、進ませてくれ。まず爆弾でハナちゃんを出しておこう。でハナちゃんは上に行ってくれるね。でまた音符があるけど、この音符は次何が出てくるんだろう。上から叩くか下から叩くか、下から叩いてみるか。ハナくそー。いや、行けちゃった。
奇跡、めちゃめちゃ奇跡が起きたね。さあここのハテナブロックを叩いたらバネが出てきた時点で僕はもう終わってないね。絶対ここに敵が出てくると思いますよ。っとよし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 、順調順調で、これはなんで書いてんだろうね。アイランアウトオブ、うわなんだろうね。とりあえず走れっていう感じでしょ。どっちに、右押しっぱドロールス、私は騙されるために走るみたいな、そんな感じかな。ゴール、やったやる、花ちゃんからの奇跡めちゃめちゃすごくなかった。今日はねちょっとトロール早めに終わったかもしれないんですけど、めちゃめちゃ楽しかったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ザ・スワンプファクトリー2ドッスン工場2ということですね。でこのコースは週間ランキング2位にあって面白そうだからやっていきたいと思います。クリア率は 2.38%。 いや工場って言ったらさ、工場見学とか一回してみたいよね。北海道の白い恋人パークとかよくない？いやでもね、僕白い恋人より黒い恋人の方がっていうか、ちょっと待って待って待って、まったくオートスクロールなんてね、こっちは聞いてそれ以前の問題、技術が下手すぎる。でももう分かったね、どこも集中しろ。3体のドッスン乗ります。でこのドッスン乗ってここからどうすればいいの？派手親父、もうね勢いで行っちゃっていいんだよな。このコース多分ねビビってちゃう、先に進めないと思う。でこのドッスンはパラシュートが生えてる、それさえ分かればもうこっちのもんよ。じゃあこのままチャチャっとね先を見ずに行けば行けるっていうもんだよ。行き過ぎた。クリア率 2% の普通のコースはね、そんなにやられるようなコースじゃないって。トロールコースばっかりやって下手くそになってんじゃないのか、ピオキング。さあ土管に入りましての中間はゲット。そしてホンダスクロールじゃねえか。どうする、君は何をしてるんだい。最初のオンオフはしなくちゃいけないよな。これはしないと先に進めないと思う。多分ね砲台がいたんじゃないかな。チョロップすごいな、一瞬一瞬頭乗せてるって。土管ぐらい入れ。いや久しぶりにねこういう普通のコースしたらやっぱめちゃめちゃ面白いね。今度普通だけのコースで人動画作ろうかな。じゃあここのドッスン乗っていきます。どっちだい。だいたいこういうコースっていうのはね、中間に取った後から結構難しくなってくるんだよな。でもそんなもろともせず一発で行ってみせるぜ。なんだおめえ。まさかドッスンにさパックを乗せれてるってか思わないじゃん。でこっから、もう分かった、絶対にゴールできると思うよ。これはもう勢いのまま行けっちゅうことか。届いてよっちゃめちゃめちゃ楽しかった、どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオナンバー235で、このコースはね見て分かる通りまだ誰もクリアしてないんですよ。559回もチャレンジしてるのにクリア者ゼロだよ。絶対相当難しいと思うんだよね。でサムネを見る感じ、長いファイヤーバーが8個かな、で高速の溶岩リフトが2つ、コインが5枚あるんだけど、そのコインを5枚集めてからゴールっていうコースなんじゃないかな。いやこれはどういうコースなんだろうね。もうやる前からビビってる。それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は 0.00%。 まあ正直ですね、クリアできる気全くしません。でゴール条件はコインをすべて5枚取ってからゴール。やっぱりコイン5枚取ってからゴールか。でこのコインをどうすりゃいいんだよ。まず左でファイヤーバーがかわせないか見ておこうか。あ、ギリギリかわせるんだね。でこっから溶岩リフトに乗って、いやぶっつー、どのタイミングで行きゃいいの。開幕行ってみようか。あ、いた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 、で上のコインを取ればいいっていう感じなんじゃない。最初の道は見えてきたね。溶岩リフト乗ってコインを取ります。でファイヤーかわしつつの、このコインをどうやって取るかなんだけど、え、こっから取りに行ける、なんかいいタイミングあるんだろうな。どのタイミング、このタイミングか。無理ですけど。いや絶対この方法で合ってると思うよ。これ以外にも行き道ないもんな。でも最終的にあの2枚のコインがあるじゃん、左の、あれをどうやって取るかがねマジでわかんないんだよな。とりあえず見てってみるか。この次、いやここ以外にない。そしてすぐ右に、いやなんかいけそうなんだけど、いけないのよ。これさ、最初左側の取り方だけ確認していいかな。絶対そっちの方がいいと思う。それが分からなきゃクリアできないもんな。で何秒ぐらいの時にジャンプすればいいかだけ確かめてみる。今9秒8秒7、6、5ぐらいの時かな。ここはダメだもんな。もう一歩後ろでジャンプしてみようか。だから5、4の時、ここは、いやなんかいけそう。いやなんかわかったわかった、攻略を見つけたぞ。はいはいはい、もうわかりましたよ。左側から取ればいいんだ。でドクロリフトに乗って右取ってっぺんでゴールみたいな。だからこの後ぐらい、ここに乗って一旦ドクロリフトに乗る。でこだ、よっしゃー、
これ全然喋らなかったね今回。でもこんなコースやりながら無理なのよ。いや今回のこの一発マリオめちゃめちゃ素晴らしいコースでした。どうもご視聴ありがとうございます。